球部は名門銚子工業を3対0とリードし、ついにエースの桑本くんを引っ張り出した。ところがこの桑本くん、とにかくすごい。素晴らしい投手戦だ。両者相譲らず、桑本君の大きく縦に割れるカーブに第三野球部は手も足も出ない。はい、バッターアウト。ただいま 50% だっぺよ。あれで 50% と。あの達郎さんのバットが空を切った。3階カーブ、いや3階どころか屋上から落ちてくる感じだぜ。尻上がりにキレが良くなってきている。アスナロ君、どんなことがあっても負けちゃダメだよ。はい。アスナロ、どんどんファールを打たしていいぞ。カイドウさん。片やアスナロ君は気迫のこもった投球を続ける。だが粘りに粘る銚子工業打線。重い。もらった。そりゃ。うわ。根性。大丈夫か。ツーアウト、ツーアウト。高橋くん。見せてくれます、第三野球部。守備陣がなんとか踏ん張ってアスナロ君を盛り立てます。それだな。よし。ストライク。ストライク、バッターアウト、チェンジ。軽い軽い。チェンジなんだな。なるほどね。なぜだ、なぜバットを振ってこないんだ。よし、待ってくぞ。その後も両軍得点が入らず、6回の裏まで3対0、第三野球部依然リード。勝てる。6回まで3対0、こりゃいけるぜ。やっぱ俺様の二塁打が効いてるような。あー、似てやがるこの豚足が。こいつの場合は豚だから豚足って言うんだぜ。なんだとこの野郎。なんだよ。俺は豚じゃねえ。やがったやつ。
またやろストライク。よし頑張れよデブ。ルシー3対0、確かに俺たちはリードしている。だが3回以降は桑本にピシャリと抑え込まれたままだ。ストライク2。それに引き換えアスナロは球威こそ衰えてはいないが、回を追うごとにタイミングを合わされている。向こうのねちっこいバッティングでアスナロの投球数は増えるばかりだ。村下、ここまでの投球数は？あ、はい、164球。ん？この回あたりだな、逆転されるのは。なんだって？何を根拠に？向こうの顔を見てみろよ。どうだい、あの余裕の面。3点ぐらいいつでも取り返せますって顔してやがる。それが証拠に奴らアスナロの球にタイミングが合ってきてるだろう。こいつ俺と同じことを考えてやがる。今まではただ様子を見ていただけだ。ちょうど猫がネズミをもてあそぶようにな。そのネズミがちょっとばかり抵抗したもんで奴ら戸惑っていただけなんだ。だがそろそろ牙を剥いて襲いかかってくるぜ。ね、猫がネズミを。ストライク、バッターズ。65% だっぺ。あれでまだ 65%。 おいおい、アスナロ打ってくれよ。くそ、絶対に打ってやるぞ。そんな力じゃ打てっこないぜ。やっぱあいつにはまぐれしか期待できねえよな。おりゃー、ストライク。くそ、小西君、落ち着いて。ああ、なんだなんだ。へえ、うちが負けてんのかよ。珍しいな。相手はどこだい？桜高の三軍。そういうこと。三軍？三軍って二軍の下の？まあそうだな。なんだよ、三軍相手に負けてんのかよ。ああ、なぜかここまではな。でも必ず逆転するよ。まあそれがうちのパターンだからな。逆転の調子工業だもんな。この回から見物だぜ。やばいかな。バカ野郎、大丈夫だよ。あのアスナロがな、ガッツでなんとかする。ストライク、バッターアウト。ストライク、バッターアウト。どうだ？バッチリです。最初は多少戸惑いましたが、打線ももう3巡目、球筋もよく見えてきました。うちの野球をしっかりやってればいつでも攻略できます。ん？よし、そろそろ調子打線の恐ろしさを見せてやれ。行け、おーす。さあ、7回の裏の調子工業の攻撃、先頭バッターはキャッチャーの大原君。バットを短く持ってきた。に叩く。ここだ。よし、タイミングバッチリだ。こいつもか。満塁。見せてくれます。さすがは調子工業打線。よし、打線がつながってきたぞ。これだよこれ。
いよいようちの本領発揮だ。アスナロ。続くバッターは3番篠塚君。いよいよクリーンナップの登場です。恐れることはない、アスナロ。はい、頑張って、アスナロ君。とにかく何も考えずに俺のミットめがけて投げてこい。今のお前にできることはそれだけだ。よし。まず1点だ。3番バッターがスクイズだなんて。それが銚子工業の怖さだ。隙さえあれば3番バッターでもスクイズして確実に点を取ってくる。そして打線がつながった時、一番怖いバッターがあいつだ。こいつはチャンスにめっぽう強い。チャンスになればなるほど燃え上がるタイプだ。頑張れアスナロー、こいつ以上に燃え上がるんだ。打つ、俺は打つぞ。よし、苦手の内角高め。バットの根っこだ。オーレオーレ。おっと、これは意外に伸びるぞ。二塁ランナー帰って3対3の同点です。いいぞ、イブスキー。さすがはチャンスに強い男だ。いや、女子校の大黒柱。アスナロ、頑張れ。普通なら内野フライがやっとなのに、なんてパワーなんだ。大玉だ。ワンアウト一塁三塁、アスナロ君絶体絶命のピンチだ。よし、このまま一気に逆転だ。勢いに乗ったら止まらんぜ、うちの打線は。次のバッターは誰だ。お、あいつか。ペッペペペペペペなんて振りだ。こっちまで音が聞こえてくるぜ。よし。マスコットバットも一緒に振っていて、あのスイングこの場面を待ってたっぺ。二階の裏の借りをのしつけて返してやるっぺや。またゾロゾロ集まってきたな。あっという間に同点だぜ。さすがだね、うちの畳みかける攻撃は天下一品だぜ。お、次のバッター熊本か。うん、こいつなら一発狙いだな。なんとかしてくれよな、アスナロ。アスナロ、どうした、アスナロ。カイドウさん。こいつ相当に浮き足立ってるな。アスナロ、ここが踏ん張りどころだぞ。もう後はないと思い。はい。いいか、あいつは2回以降一度もバットを振ってきていない。おそらくアスナロの球筋を読んでいたのだろう。中途半端な球じゃ持っていかれてしまうぞ。でもどうしたら。やつの長い腕を見てみろ。外角は絶対に禁物だ。となると残るのは内角。
しかも奴の球を捉える視点から一番遠いところ、つまり膝元の速球しかない。膝元の速球？そうだ、そこなら打っても長打は出ないはずだ。でもいいか、俺たちの合言葉は当たって砕けるだ。決して弱気になるなよ、アスナロ。9人もいれば当たっても簡単には砕けないんだな、これが。うん。睨みつけやがって。ごちゃごちゃ言ってねえで黙って見てろって目だぜ。桑本のやつ、どうやら本気になってきたな。ここだ、アスナロ。ダメだ、弾が上ずっているなあ。ストライク！気合の入ってねえ球を投げろっつった。2回の時みてえな球を投げてこいや。ほらよ、今まで喧嘩でもなんでも負けたことがねえんだお。だからお、おめえの最高の球をぶったたいてやんねえと気が済まねえんだっぺ。ダメだ、打たれる。どこへ投げても打たれる。僕の直球は絶対に通じっこない。もうあれしかない。バームボールが決まらない。アスナロ君、ダメよ、ダメよ、逃げちゃ。まずいぜ、アスナロのやつ昔の弱虫面に戻ったな。おい、おちびちゃんよ、ボーリングやってるんじゃねえっぺよ。アスナロ。誰があんな球投げろと言った。お前が俺のことが信じられんのか。当て立て、立ち上がれ、もっとぶん殴ってやる。離せ、離しやがれ、バカ野郎。アスナロ君、頑張ろうよ。ほら、立てよ、アスナロ。ガッツガッツ。立てば、また自信が湧いてくるんだな。アスナロ君、ダメなんです。どこへ投げても、きっと打たれるんです。僕の球はダメなんです。僕の球は、ダメなんです。立つのよ、アスナロ君。今の君にはもう涙なんて似合わない。
ルク。絶体絶命のピンチ、桑本くんを破る方法はないのか。次回、名門第三野球部、僕たちの気迫が奇跡を呼ぶか。一本足打法。